はい、ということでね、今日は突然僕が行方不明になったらマイッキーはどのような反応をするのかね、見ていきたいと思います。僕は当面になってね、ずっとマイッキーのことをね、観察していきたいと思います。一体どんな反応をするのかな。よし、じゃあね、早速ね、この透明になるポーションをね、飲んでいきたいと思います。よし、透明になれたぞ。ただね、これだとね、マイッキーはね、僕が行方不明になったことにね、気づかないと思うから、この僕がね、行方不明になったポスターをね、村中に貼ろうと思います。そしたらね、こういう感じで至る所にね、このポスターをね、貼っていきたいと思います。こういう感じでね、よし、これだけポスターをね、大量に貼ったらね、マイッキーも簡単に気づくでしょう。そうしたらね、マイッキーの様子を見に行こうかな。ここがね、マイッキーの家です。マイッキーがね、家から出てくるのを待つぞ。わあ、今日もいい天気だな。今日は何して遊ぼうかな。ん？何これ、ポスターが貼ってあるぞ。で、全員が行方不明？どういうこと？あ、待って、こっちにもポスターがたくさん貼ってある。嘘、全員が行方不明になったの？これ本当なのかな。とりあえず全員の家に行ってみよう。お、マイキーが僕が行方不明になったポスターに気づいて僕の家に向かっていったぞ。あ、全員いる？あれ、善一くん出てこないな。本当に行方不明になっちゃったのかな。善一くん、こうなったら家の中も確認しないと。善一くん、あ、マイキーが僕の家の中に入っていったぞ。よし、もう少し近づいてみよう。あれ、善一くんどこにもいない。え、善一くん本当に行方不明になっちゃったのかな。2階にいるかもしれない。探してみよう。ん？マイキーは2階に上がったのか？よーし、気づかれないように。あ、マイキーがいたぞ。あれ？やっぱり善一くんがどこにもいない。そんな、善一くんが行方不明になっちゃった。あ、待って。善一くんがいる場所が分かったかもしれない。確か善一くんの家には秘密の隠し部屋があったはず。善一くんはその家に引きこもってるのかもしれない。でも秘密の家はどこにあるんだろう。全然わかんないよ。マイキーはね、僕が秘密の部屋にいると思ってるらしいね。まあかなりね、難しいところに入り口があるからね、教えてあげよう。確かね、冷蔵庫の中にね、大量のクッキーをね、入れておいたから、ね、このクッキーをね、使おうかな。よー、そしたらね、ここのブロックをね、矢印ブロックに変えてと。ここにはね、僕の秘密の入り口のレバーがあります。このレバーを引くとね、扉が開くからね。こんな感じでね、マイキーのね、大好きなクッキーをね、設置してと。ここにね、マイキーをね、誘導してあげよう。大量のクッキーをね、設置してと。はぁ、マイキーがね、後ろ向いてるぞ。よ、そしたらね、今のうちに、よし、この辺りまでね、置けばね、きっとね、気づいてくれるでしょう。はぁ、これからどうすればいいんだろう。ん？え？クッキーだ！なんでこんなところにクッキーが？まあ、いっか、とりあえず拾っておこう。僕ちょうどお腹空いてたし、いっぱい拾っててみようっと。よーし、マイキーがね、クッキーに気づいてくれたみたいだな。あれ、こっちにもあるぞ。階段の下に続いてる。あ、大好きなクッキーだ。あれ、待て、もう終わっちゃった。ん？なんだこの矢印。矢印の先にレバーがある。もしかしてこれって秘密の家の入り口かな。引いてみよう。ん？はあ、やっぱり思った通りだ。秘密の家の入り口だ。結構簡単に見つけちゃったぞ。ルークって天才かもしれない。よし、行くぞ。
天一くんはきっと秘密の部屋に引きこもってるんだ。天一くん、よし、マイキーがね、僕ので秘密の部屋のレバーをね、見つけてくれたみたいだね。よし、下までついていくぞ。あ、いたいたいた。あれ、天一くんがいない。え、秘密の部屋にいると思ったのに、本当に行方不明になっちゃったのかもしれない。まずい、天一くん探さないと。あ、そうだ、あの人に協力してもらおう。あ、急がないと。キャリーちゃん、キャリーちゃん、大変なことが起きたんだ。マイキーがキャリーちゃんに助けを求めてるみたいだな。キャリーちゃん、これを見て、天一くんが行方不明になっちゃったんだよ。どうしよう、キャリーちゃん。天一くんの部屋ね、探したんだけど、天一くんどこにもいなかったんだよ。とりあえずついてきて、天一くんの家に今から行こう。マイキーたちはね、僕の家の方に向かったみたいだな。ついていこう。キャリーちゃん見て、天一くんの家を片っ端から探したんだけど、全然いないんだよ。あ、わかった、天一くん誰かに誘拐されたんだよ。だからその誘拐犯さえ捕まえれば、天一くんの居場所がわかるかも。え、マイキーは僕が誘拐されたと思ってるらしいぞ。誘拐犯が天一くんの家に戻ってくるかもしれないから、罠を仕掛けて捕まえよう。キャリーちゃんも手伝って。マイキーとキャリーちゃんで誘拐犯を捕まえるトラップを作るらしいぞ。まあ、僕誘拐されてないんだけれどもね、どんなトラップを作るのか気になるな。でも僕上手にトラップを作れないから、キャリーちゃん手伝って。あ、そうだ、キャリーちゃんこっちに来て。落とし穴がいいと思うんだよね、僕。ケイチくんの家に入ろうとした床を落とし穴に落とすんだよ。キャリーちゃんも手伝って。ありがとう。ん、ああ、落とし穴ができた。キャリーちゃんすごいよ。ん、お、草でカモフラージュするんだね。いいアイディアだね。よし、キャリーちゃんできたね。誘拐犯用のトラップ完成だ。そしたら天一くんの家で待とう。お、マイキーたちのトラップが完成してみたいだぞ。そしたらね、僕も家の中で待つぞ。キャリーちゃん、絶対に誘拐犯を捕まえて天一くんを取り戻そう。僕は誘拐なんてされてないのに、せっかくトラップをね、作ったのはいいけれども誰も引っかからないよ。まだかな。お、誰かがトラップに引っかかったぞ。きっと誘拐犯だ。よし、捕まえたぞ。え、なんで誘拐犯なんていないはずなのに。あ、え、誰が引っかかったの。ピザの配達員だ。なんで。あ、そうだった、僕さっきピザのデリバリーを頼んだだった。ごめんごめん。え、いてごめんなさい。まあ、これはマイキーが悪いな。トラップに引っかかったのはね、誘拐犯じゃなくてね、マイキーが注文したピザデリバリーの配達員だったってことか。ダメだ、キャリーちゃん全然電子庫が見つからないよ。本当に行方不明になっちゃったのかな。まさかマイキーとキャリーちゃんがこんなに僕のことを心配してくれるなんて。もうこうなったらあの方法を使うしかないよ。ん？なんだあの方法って。天一くんの家でホームパーティーを開催するぞ。え？僕の家で勝手にホームパーティー？ってことでキャリーちゃん、ホームパーティーの準備をしよう。チューチュー楽しそうなホームパーティーをすれば、天一くんもきっと参加したくなって帰ってくるはずだよ。できた、完成。天一くんのお家でホームパーティー開始だ。
お、盛り上がってるね。これだけ楽しそうなホームパーティーを見てたら絶対ゼイチ君も帰ってくると思うだよね。ゼイチ君のアイテムを食べちゃうと、ドリンクも飲んじゃおうかな。僕の家がめちゃくちゃに吸われてしまった。いいよいいよいい。でも結構楽しそう、僕も参加しようかな。なんか楽しそうだし。そうしたらね、このね、透明をね解除するポーションを飲んでと。よし、透明化を解除したぞ。そしたらね、僕もねパーティーに参加します。おお、マッキー楽しそうだね。ゼイチ君、超楽しそうなホームパーティーを開けばゼイチ君が帰ってくると思って開いてみたんだよ。余計上のって心配したんだよ。でもやっぱり僕の思った通り帰ってきたね。いやマイキー、僕のことを探そうと頑張ってくれてたね、ありがとう。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、 Twitter のフォローと Instagram のフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく、よろしくね。